引き角とは、将棋の戦術の一つで、角行定位置から右下に行きます。引いた状態のこと。先手であれば79の、後手であれば31の位置である。これに対して、当初の位置、先手88、後手22の状態をイカドという。そしてイカドの位置から先手97角、後手1三角にあるのを、端角という。この構えをする戦術は、飛車将棋で、 代表的な戦いであるヤグラ囲い、アイヤグラが、タイブリッヒ社においては有力な戦法である、ガンギカコい本来のガンギやイージマエイジンイージマ流、引き角戦法、ヤマダ城石、タ角定石などがある。タイブリッヒ社においては、ヤマダ城石やイージマ流引き角の他にもイヒシャアナグマ、左ミノ、ミレニアムがコい、玉頭くらい取り、五筋くらい取り左銀型など、時給戦術では、 角の位置をいかどか引き角かを選択し、その後の作戦を組み立てる。この他に、どのような線形においても使用ができる、嬉しの流など。図1から1は、後手4五歩から4四銀型の島飛車の陣に、先手が引き角の局面例で、2四歩と指した例。いか同歩同角に同角とすると、飛車先が突破されてしまうので、2二に飛が振り飛車の上等手段であるが、 この場合は、以下三三角なりに八ひなり四四場で、角銀と飛車の二枚替えと次に四五桂の狙いが生じている。図一からには、後手四五歩から五四銀型の島飛車の陣に、先手が引き角の局面例で,で、二四歩と刺した例。以下前述の同歩同角に二ひに三三、角なりは二八ひなりで、今度は二枚替えにならない。この場合は、先手は、 随一から三のように三三角なりとせずに二五歩とするが、イカゴテ四四角として、次に二六歩で飛車先の抑え込みを図るのが、この線形の振り飛車の上等手段である。このため、後手四五歩から五四銀型には、随一から二以下に四同歩に五五歩として、同銀になれば二四角に二飛三三角なりに、八ひなりに、今度は5五五馬で二枚以外になる。 五五歩二四三銀は四五桂で、以下五五角ならば、二四飛二二飛同飛同角二、八飛など。飯島栄治が作り出した、振り飛車対策が、飯島流引角戦法である。図二が、その一例。他の振り飛車に対しても使われるが、図のように、最も有力な、先手中飛車への形を見ていくと、先手に五筋の位を取らせずに、 五手は角道を開けず三二銀から三一角とする。これが、引き角である。いか五手は五三角と上がってから四二玉から三一玉と、囲う。三四歩をつかないことにより、平べったいミの囲いの剣人を作ることができ、主導権を渡さず戦うことができる。飯島流引き角戦法の狙いは、タイブリ飛車において、角道を開けずに駒組みを進めるもので、 角道を開けないまま左身のに囲うことで、左身の角道クローズ左身の同様、振り飛車側の角の睨みを軽減できる。主に、藤井システム対策であると言える。この指し方自体は、飯島の総案ではない。2001年の A 級順位戦で、三浦博之が藤井武志相手に同様の引き角の将棋を指している。飯島流の特徴は先手でも引き角にすることにある。 それまで大イり飛車の引き角は後手伝いでしか現れていなかった。先手で指すときは、2、6歩、3、4歩、2、4、8、銀と指すため、8、4歩と一飛車にされたときの用意も必要となる。先手引き角の初出が2005年2月6日の C 級2組順位戦での、飯島英二五段、中村良介四段戦である。図2から2から5、4歩、5、8、金、右、5、2、飛二5歩。 三三角四六角二二銀六八玉五五歩同歩同角七九玉三三銀六八角二二飛八八玉と進んでいるこの将棋は先手が敗れたが飯島は改良を重ね2010年に増田構造賞を受賞するに至った神戸発陳戦法で以降にある戦法で一手目や三手目で七八金とし相手がぶり飛車ならば 6八銀5九銀5八銀で駒組みする。右銀は3九のまま火に紐をつけた低い陣形を保ち、単純に2四歩から飛車交換を狙っていくのが狙い。相手が用心してきたら、右銀を繰り出して戦える点が金開きやアヒル囲いとは異なる。図3から2がその例で、ここから3三角なりに8日なりの時に同銀と取ることができる。 以下三三桂二一飛二五飛同飛り同桂二七飛に四歩三三角で一局。一方で図三から三のように先に二二飛と構える陣には三五歩同歩同角四五歩三六銀三四歩五七角四四銀三五歩同歩同,歩同銀同銀同角で一局。ありがとうございます